リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、ここからはゲストをお迎えしてトークをしていきます。それではまずは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、ナルゲウルカと言います。 AK 大学の2年生です。お願いします。よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、 AK 大学のキャンパスをお借りして、はい、やっております。よろしくお願いいたします。ということでお久しぶりでございます。お久しぶりです。ということで、あるね、教育未来フェスというので、はい、はい、あるって言ってもらえるけど、広島未来フェスというのがあって、うん、僕は普通に視聴者というか見てて、で、なるぎさんが発表していて、はい、ちょっとすごいなと思って、ちょっと今回声をかけさせていただいて収録をしております。ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、先ほどね、自己紹介の中で AK 大学に通っているということで、はい、今日ここもお借りはしてるんですけども、うん、そもそも AK 大学でどんな学部に所属されてるんですか？はい、AK はソーシャルシステムデザイン学部っていう1個しかないですけど。かっこいいですね。横文字かっこいい。横文字。確かにな、自分をメディアビジネス学科だから。ああ、かっこいい。ちょっと横文字ね。実際にそのソーシャルシステムデザイン学部って、はい、はい、ざっくりで、多分ね、はいはい、詳しくは多分ホームページ見れば、はい、ちゃんとしたやつが載ってると思うので、でね、はい、ざっくり、奈良木さんからその、はい、そのソーシャルシステムデザイン学部ってどんな学部なのか、ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？簡単に、はい、一言で言うと、社会を変えるチェンジメーカーを育てるっていう学部です。かっこいいな。かっこいいんですよ。その一言もかっこいいね。いやー、ありがとうございます。そうです、社会がこうあってほしいとかね、はい、いろいろね、うんうん、やっていくということで、うん、ちょっと今日はですね、なるきさんにいろいろと話を聞いていきたいと思っています。はい、ということで、まずはちょっとね、はい、詳しく中身に入っていく前に、はい、ちょっとリクエスト曲を先に行こうと思うんですけども、はい、なぜ1曲目、この曲を選ばれたのか、ちょっと簡単にちょっと理由を教えてもらってもいいですか？はい、はい、1曲目は反逆者の僕らっていう歌を選ばせてもらったんですけど、うん、これが映画大好きポンポさんっていうアニメ映画があって、うんうん、そこの、キャプチューか、うん、なんですよ。でこの曲はなんかもう自分が何かを頑張りたいとか何かに対して、うん、目的に対してこう突き進んでいくときにすごく応援してくれる曲だなと思って、うん、なんかいい意味でこう目的のために何か折り合いつけたり諦めつけたりしていくことでその目的に達成までのこう精度が上がるみたいな、うん、そういうことを感じられる曲で選ばせてもらいました。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、初めてだと思うんですけど、はい、このカメラに向かってですね、はい、ちょっとリクエスト曲、何々で何々ってよく聞くと思うんですけど、はい、テレビ番組とか始まるんで、ちょっと初振りで、ちょっとリクエスト曲、ちょっと曲紹介のほどよろしくお願いいたします。はい、リクエスト曲、反逆者の僕らです。リンクトゥライフ、命をつなぐ思いということで、反逆者の僕ら聞いていただきました。ここからも、じゃあ、なるぎさんにね、一緒に話をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとね、今回からちょっとマイク変えてですね、実は。ちょっとね、二大体制でちょっとね、今までと、ラジオだと気づかれないんですけど、ちょっと YouTube 後でアーカイブ配信もしてますので、そちらもチェックよろしくお願いいたします。ということで、今回第1回目、3回、ね、話をしていただくんですけども、今回1回目ということで、まずは AK 大学で学んでいることをちょっといろいろ聞いていけたらなと思ってるんですけども、はい、今何年生ですか？今2年生ですね。新3年生。新3年生。はい、ってことは一応もう多分基礎的なところを終えて、これからなのかっていう感じがするんですよ。はい、そうですね。大学生の一般的な感じで。そうですね。そうですね。で、実際に、いろいろと、まあ、授業とかあると思うんですけども、ただ、こう、直近で、はいはい、それこそ2年生の、はいはい、後期とかで、はいはい、学んだこととか、どんな授業を受けてたのか、ちょっと教えてもらっていいですか？直近で受けてたのが、思いつく動画をポンポン上げていくと、はい、パブリックアートっていう授業。パブリックアート、はい、かっこいいな。かっこいいな。パブリックアートとか、ファシリテーションっていう授業とか、うんうん、システム思考、デザイン思考。うんうん、あとは、プログラミング入門。うん、あとは、なんだっけ、何か受けていました。はい。ありがとうございます。一つずつ聞いていきたいんですけど、はい、それはパブリックアートって、ちょっと、はいはい、まあなんか、まあ公共のアートっていう、はい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 、単純にね、はい、その言葉をこう、公約したらそうだと思うんですけど、はいはいはい、実際に授業の中身としては、どんなことが、こう、授業の中であったんですか？
そうですね、授業の中では、まあ、公共のアートについて勉強をしていくんですけど、うん、ただの一斉授業じゃなくて、うん、自分たちでグループワークでこう最初にレクチャーされたパブリックアートを調べていって、でそれを最終的にグループでプレゼンするっていうのが一つの授業であるんですけど、うん、これが7回あって、最後の授業では自分でパブリックアートとかを活用したようなアートのイベントを作ってそれをプレゼンするっていう、ここまでが一連の授業です。すごい、聞いてるだけでなんかいやかっこいいなとか、いや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 、ありがとうございます、うん、実際にどんなプレゼンを、はい、されたとかっていうのは、プレゼン、はい、あんまりね詳細に言いすぎるだろうと思うので、はい、なんかどんなことを取り扱ったのかなと思うんですけど、あ、もうなんか実際にやりたいなと思ってイベントを作って、うん、これもタイトル木漏れ場ってやったんですけど、うん、あの福山一瀬戸内っていう、うん、あの元々なんだっけ、ショッピングセンターだったところをアートの力とかを活用してこう盛り上げている場所があるんですけど、うん、教授がそこの運営をされていて、そうなんですよ、会場をそこか AK かザプールっていう展示会場みたいなところがあって、そこの選んで作っていいみたいな感じだったんですよ、うん、から一瀬戸内を選んで、不登校とアーティストが一緒に段ボールで自分の秘密基地を作って一日こもるっていう、かっこいいな、なんか面白そうそう、アートイベントをね作りました、プレゼンしました。おお、なんかもうそれは実際にやってみようとかっていう動きもあるんですか？はい、やってみたくて、教授と今いろいろ作戦会議をしようかっていう話をしてます、ね、おお、いいっすね、うん、ぜひあのこの番組聞いてくださってる方で、はい、あの私も協力するという方はぜひ連絡ください。お願いします。僕がつなぎますやったということで、いろいろ聞いていたんですけど、はい、プログラミングの勉強もされるんですね、はい、そうですね、はい、もう必須科目というかでありますね、プログラミング、はい、やりました。いわゆるどんな、いろんな言語あるじゃないですか、はいはいはい、どんなの学んだんですか？ Python やりましたね。 Python、 Python、 Python か、はい、そんなに詳しくないんだけど私もあれでしたそうですね、Python、 うん、確かに Python とか、はい、あとは R とか、あの辺が多分なんかね、まあまあ、はいはい、HTML とか CSS とか、あ、あれ、それ別の授業でありましたね。なんかもうね、いろいろあるけどよくわかんないわかんないですね、なんだろうね、これ横文字はみたいな。いやー、ありがとうございます。他にもいろいろ学んでるってことが話だったんですけども、はいはい、さっきの2つ以外で、はい、どんな授業をやってたのかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？はい、ファシリテーションっていう授業があって、ファシリの手法を学んでいく授業で、最終的にあの実践をしてテストに変えるみたいな感じなんですけど、毎週の授業で必ずお題が出されて自分がファシリするんですよ、毎週、うん、だから実践を教えてもらいながら自分もそれを試して学んでいくみたいな授業がありますね、うん、はい、ありがとうございます。ファシリテーションって難しいですよね。難しいです ね、 ね、うん、特に多分なんか今日最初に事前打ち合わせした感じで似た者同士だと勝手にシンパシーを感じてるんですけど、つい自分の意見を言っちゃうみたいな。わかります。わかります。ファシリテーションのはずなのに、うんうんうん、ついつい自分の感情の方が入っちゃって、うんうんうん、あの意見をね、あれファシリテーションって平等にこう振ってまとめていかないといけないんだけど、市場が入るみたいな。あります。いやー、確かに確かに。いやー、ありがとうございます。最後もう一個なんか言おうと思いましたけども、はい、もう一個何でしたっけ？パブリックアートとファシリテーションとプログラミングと、はい、システム思考デザイン思考っていうのがあって、これは本当は1年生の必修の授業なんですけど、うん、取ってなかったので、おお、ファンの大学生はよく会いますそれが、まあ、本当学部の名前にも割と関わってくるような授業なんですけど、うん、システム思考が社会はそのつながり、社会をつながりとして捉えてで作るっていう思考方法で、デザイン思考が、うん、社会をデザインしていくとか、その社会から捉えるんじゃなくて、なんか個人、人、うん、個別の人の痛みやニーズから社会を捉えていくみたいな思考方法なんですよ、うん、そのデザイン思考とシステム思考を掛け合わせて課題解決をしていく方法を学んでいくみたいな授業でした、うん、ありがとうございます、はい。実際に自分がこう学んで生きて、はい、多分最初ってどっちかに偏ってたりするじゃないですか。そうですね。はい。どっち側でした？個人の方でしたね。ってことはシステム思考、デザイン思考。デザイン思考、はい。いやー、じ
じゃあここは違う感じがしますね。あ、システム思考ですか。システム思考です、ね。あ、本当ですか。もう何事もこう決めて、はいはいはい、社会とこうでこうでっていうところが結構強いので、うん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 、ここ組み合わさったら面白いかもしれないです。そうですね。ちょうどいいかもしれない。いやー、いろいろと話を聞いてきたんですけども、はい、なんとですね、もうここで10分経ったんです。はい、え、早いですね。びっくり。お別れの時間というのがなってしまったので、最後ですね、ちょっと、はい、まあ、これからのことということで、告知タイムになりますので、今ちょっとね、僕も事前に話を聞いてたんですけど、ちょっと社団法人を立ち上げるという話を立ち上げます。ちょっとざっくり、そういう話を告知で、設立準備中ということを宣伝してください。嬉しい。設立準備中で、一般社団法人こもればという団体を作ろうと思ってます。これがどういう活動をするかというと、高校の子たち向けに活動をしようと考えていて、活動内容が、不登校の子どもたちと一緒に地域や企業の課題解決をしていくっていうものと、人生に立ち止まることやこもることの価値をこう著名人にインタビューして発信していくみたいなことをやっていくような団体です。で、それで子どもたちが、その自分はここにいていいんだとか、自分は、なんだろうな、ダメな存在じゃないんだみたいな実感を得れるような活動をしていこうと考えてます。ありがとうございます。いや今ね結構いろいろ言われてますもん ね、 そうですね、自己肯定感が低いとか、うん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 、あとそれこそ愛着、うんうん、愛着障害っていう言葉が出てくるぐらい、うんうん、なんかこう、はい、親と子のまずつながりもそうだし、うんうん、地域と子どもたちっていう、うんうん、そのつながりも、ね、どん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 こう希薄化してって、うん、しんどくなっていく中で、はいはい、こう確かに他のね、はい、大学とかっていうか、うんうん、その海外のなんか取り組みとか見てると、うんうん、割とあれじゃないですか。留年あるとか、うん、ありますよね。こう、まあ実際に立ち止まっても大丈夫っていう、うんうん、なんかギャップイヤーっていう言葉があるぐらい、うんうんありますね、そう、自分もギャップイヤーになりたいなとか欲しいですよね。そう、欲しいなって、確かに最近思うようになったし、うんうん、なんかそういう、なんか自分を見つめ直す時期って大事だなと思いつつ、結構日本ってもう、はいはい、なんなら、小学校入った段階からずっともうね、うんうん、中学校行って、高校行って、うん、なんならもう大学もなんかね、進学率高いから、うんうん、そこまで行くのが、まあ、普通っていうか、うん、それ以外のルートってちょっとみたいな、うんうん、結構こう、空気感というか、ね、あるので、うん、ぜひぜひ、ちょっと、その辺のね、もし詳しい背景みたいなところについては、ちょっと次回以降で、ちょっと紐解いていこうと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで、リンクトライフ、また次週。お会いいたしましょう。さようなら。